60歳以上 NG、単身者 NG、安定収入が必要、長期間の留守番 NG、 ある程度柔軟な対応をしてくれる保護団体も増えています。犬によってはその人の飼育経験や状況によって必ずしも一つでも当てはまれば NG というわけではないことが多い。でも基本的にはこの条件がほぼほぼ必須。それ以外にもトライアルといって模擬飼育期間が必須。その間に実際に生活してみて合わなければ飼うことができない。保護犬がこれだけいて殺処分を減らしたい、なのにそもそも保護犬を引き取れないじゃないか、そりゃペットショップで買っちゃうでしょう。だから譲渡条件を緩くしてたくさんの犬猫をどんどん譲渡していく。トライアルもなしでどんどん譲渡数を上げていく。その結果が生み出しているのが二次レスキューという現実。問い合わせは今年に入って3件目でもらって、はい、もらってというか譲渡を受けて、もう飼えないんだけど どうしたらいいですかみたいなね。安易に保護犬を譲渡した結果、保護犬がもう一度保護犬になるという現実。どうもこんにちは、保護犬預かりダリーです。二次レスキュー、もう正直このパターンが多すぎるの。確かに多くのペットショップでは販売の条件が緩すぎるね、それはあります。ただ厳しいペットショップだって増えてるんです。一方でゆるゆるの保護団体、果たしてこれは問題の根本的な解決になっているのでしょうか。今日ね、映像に登場していると思いますけれども、レオとモカ、まあ今はねレオここで抱っこしてますけど、レオとモカはねそれぞれ2016年のね、2016年の12月生まれのトイプードル、まあおそらく同じペットショップから購入された子ですよね。それで同じ家から保護されました。保護された当日の写真がこちら。毛は伸び放題、毛も伸び放題、ずっと放置されてひどい状態、いわゆるネグレクト。糞尿が毛玉にくっついて2匹とも皮膚病を患っており、レオに至っては足が1本折れ曲がっている状態。保護犬にもいろいろな保護犬がいますが、こうしたレオとかモカみたいな子がまた同じような苦しみを味わわせたくないというのが普通ではないでしょうか。それであれば里親になろうとする人をしっかり精査して、もう二度と同じ悲しみを味わわせないようにする、これが蛇口を閉めるという活動。犬猫の殺処分をなくすために必要なことは、保護犬の新しい家を決めること。これも一つありますが、保護犬保護猫を生み出さないようにするため、日本の異常な生態販売の仕組みを是正していく、地域猫活動などを含む避妊去勢をする、安易な飼育放棄を減らす、そもそも安易に命を飼わない、この3つの蛇口を閉めていくっていう必要があります。保護犬界隈で光を浴びやすいのはやはり譲渡。かわいそうな見た目をしていた保護犬が人に慣れて幸せになっていくストーリー、これが人々の心をつかみ、私も次に飼うなら保護犬にしたいというものです。しかし本当の意味で殺処分ゼロを目指すのであれば、必要なことはむしろ無責任な飼い主を減らす活動の方が重要。つまりそれは保護団体側が断るということ。今のあなたの状況では無理だから、しっかり準備をしていきましょうねということかもしれない。この子たちが所属しているみなしご救援隊犬猫譲渡センターさんでは、現在広島本部広島支部では施設がいっぱいで、全ての引き取りを完全にお断りしている状況だそうです。じゃあ譲渡条件を緩くしてどんどん保護犬を決めていく、まあその方が回転率が良くなるから儲かりますわな。でもそれじゃ全く意味がないよね。それじゃペットショップとやってること変わんないもん。さらにね、犬たちへのケアっていう面で考えると、どん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 引き取りゃいいかっていうとそうでもないよね。例えばね、レオとモカもう一匹ずつだったらこうやって、もうほんと可愛いよ。だけどレオとモカ一緒にしたらね、まあおそらくだけど大喧嘩になる。あのお互い犬嫌いだし、まあ、特にレオとモカはね、お互いの相性悪いんですよ。おそらくまあ飼育ネグレクトされてたから、まあなんかもしかしたらちょっとしたその飼い主、あの何、飼い主と触れ合う時間みたいなのを奪い合ってたのかなーなんてちょっと思っちゃったりも、まあ想像だからね、わかんないんだけど、そんなこともちょっと想像しちゃったりするしますからね。だからまあレオとモカを一緒にね、こうやってフリーで放牧しとくっていうのはちょっと難しい状況です。実際保護団体の飼育放棄問題も結構問題になってますよね。だからどん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 引き取ればいいかっていうとそうでもない。結局飼い主の考え方を変えていくことの方が大事なんですよね。正直前はもっと譲渡条件緩くすればいいのに、別にペットショップで飼ってもいい、だけど保護犬にしてもらったらもっと嬉しいなみたいなね、緩めのスタンスを取ろうかなって思ってた時期もありました。だけど動物愛護にこう深く関わっていけばいくほど、生態販売にはね反対派になっていくし、まあ元から反対派だけど、もっとね、現実というか、まあ、裏側を知ってもますます反対になっていくし、安易な譲渡にも反対になるよ。愛玩動物だけでもこれだけ問題が多いのに、畜産動物、実験動物、展示動物なんてもっと闇が深い。でも全てに共通することは、人は見たくないものは見ようとしない、見たいものだけを見ようとする、これが根本的な原因ですよ。犬が幸せになるところを見たい、自分が犬と一緒に幸せになりたい、なのに現実は引き取ることもできない、安易な譲渡をしている団体で飼おう、
それでうまくいく場合もあるけど、うまくいかない場合が多いからエンドレスにこの問題は続いているわけです。僕自身ね、発信の内容は基本的にポジティブな内容ですが、ポジティブだけで人気取ろうとも思わないですね。僕みたいな考えの人を増やしたいし、僕と同じような考え方の人をこれからも取材していきたいって思っています。まあちょっとね、くるみさんがね、8ヶ月いてようやく決まったから、なんかちょっと落ち着くかななんて思ったけど、支部長にまだまだこれからたくさんいますからねって釘を刺されました。本当に動物愛護っていうのは終わりがないですね。というわけでですね、明日はついにくるみさんの卒業スペシャルでございます。もうね、実はレオとモカだけじゃないんですよ。もう一匹ね、紹介しなきゃいけない犬がいるんだけど、ちょっと今週はね無理だね。だからちょっと来週にするんだけど、あとエニスさんね、所沢市のエニスさんのところに行った動画もちょっと出さないと、向こうは向こうであの里屋募集中の犬いるからさ。だからちょっと本当今週はもう、もしかしたら月、あ、じゃない、カーで今日木でしょ、で明日金、くるみで土日エニスさんみたいな感じの集合になるかもしれない。ちょっと間に合わなかったら無理だけどそれぐらいになるかもしれないです。というわけで、今週もね、いろいろ まだまだ今週続きますので、楽しみにしていてください。ということで、レオさんも皆さんにご挨拶がしたいそうです。レオさん、カメラあちらです。そうそうそう、あちら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 見てください、あちら見てください、あちら、そう、皆さんにさよならってね。ちょっと僕今週末はいないけれども、もしかしたら来週末だったらいるかもしれないからね、会いに来てね。僕のこと気になったら、みなしご救援隊犬猫譲渡センターさんに連絡してね。じゃねーって言ってました。今聞こえたでしょ、みんな分かったでしょね。レオ今喋ってたでしょ、うん、というわけでさよなら。